どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、マスターズウェルのニュースのお時間でございましてですね、ジャンプフェスタ2023が今開催されておりまして、ジャンプフェスタでマスターズウェルのね、新情報がいくつか追加されているんですよ。こちらについて、まとめてきたんで、ご紹介していこうかなというふうに思っております。まずですね、新セレクションパックが実装されると。いうことで、ビギニング・オブ・ターモイルっていうのが12月の、まあ、ちょっと下旬としか書いてないんですけども、時期ちょっと分かんないんですけども、ここで実装されますよと。はい。で、クリスマスあたりなんですかね、まあちょっと年末ってこともありえますけれども、ちょっと時期がちょっと明文化されてなくて、はい、ちょっとまだ分かりませんが、まあ、新規カードをですね、たくさん実装するタイプの多分ね、パックじゃなくて、基本的には、既存のカードの詰め合わせみたいなさ、あのタイプだと思いますね。はい。収録内容は、まあ、表紙から察するに、まあ、双剣デスピア翡翠だと思われるんですけれども、新規はね、あんまないと思いますね、多分ね。個人的にはもう12月診断も出たばっかりですし、多分新規はもうほぼないんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、もしかしたらなんかしれっとね、翡翠自爆とか、まあ、しれっと追加される可能性はあるんですけど、まあ、多分ね、まあ、その既存のまあ、もうすでに実装されているカードを、まあ、まとめてなんかお買い得みたいな感じで、まあ、いっぱい入ってますみたいな強いカードがみたいな、なんかコナミからの福袋みたいなね、感覚で、まあ、今もうすでに出てるカードの中から注力されることが多いとは思います。まあ、ちょっと新規の情報がまだあんま分かんないんでね、ちょっとどうなるか分かんないですけどね、はい、詳細不明すぎるんで続報を待ちましょう。そして新カードが実装決定しましたということで、レクスタームと、アカシャリが来ると。まあ、ちょっとこのカードたちがね、どこに収録されるのかちょっと分かんないですよね。これもなんか、ビギニングオブターモイルっていう、その12月の末のやつなのか、それとも1月のね、初旬の診断に入ってるのか、ちょっとまだ分かんないんですけども、特にね、そのレクスタームは、まあ、環境入りレベルの強強モンスターなんですよ、これ。まあ、1月初旬とかにちょっと実装されるとね、お祭り感があっていいのかなと個人的に思ってるんですけども、このレクスタームっていうのは何するかっていうと、ダイノロフィアデッキの融合モンスター、最強モンスターでございました、これが。ダイノロフィア融合モンスタープラスダイノロフィアモンスターで出せますよと。で、効果1、2、3ありまして、1番目の効果で自分のライフポイントの数値以上の攻撃力を持つ相手のフィールドのモンスターは効果を外取っていないと。いうことで、なんかその、天の岩戸みたいなね、ことができるんですよ、相手だけ。これめちゃくちゃ強いです、これ。この効果で、ダイオフィラっていうのは勝手にね、ライフポイントがどんどん減っていくんで、まあ、相性がいいということと、2番目で自分の相手ターンにライフポイント半分払って、相手のフィールドの全てのモンスターの攻撃力が、ターン終了時まで自分のライフポイントの同時になるっていうことで、まあ、これでね、1番の効果を起動していったり、相手の打点を下げていったり、まあ、そういうことができますっていう感じですね。はい。で、戦闘破壊もしやすいと。で、3番目で、このカードが戦闘効果で打開されると、自分の墓地からレベル6以下のダイノフィアモンスターを特殊ができるっていうことで、まあ、多分ね、これが、来るってことは、多分ですけど、ダイノルフィアフレンジっていう、まあ、トラップカードも来るんですけども、まあ、これデッキ融合で、まあ、ドメインに続くデッキ融合ですね、ダイノルフィアの。このカード名のカードは一旦日南しか数できないと。ダイノルフィア融合モンスターカードによって決められた融合性モンスターを、デッキ、およびエクストラデッキから1枚ずつ墓地を送って融合モンスターを、エクストラデッキから融合召喚できるっていうことで、エクストラデッキからね、モンスターを送って融合できますという効果。で、自分のライフポイント、過去に自分のライフポイントが2000以下で、相手が魔法トラップモンスターを発動すると、墓地から除外して効果ダメージゼロにできるっていう効果もありますよ。いう感じですね。まあ、要するにですね、このカードはエクストラデッキを使って融合していいよというカードなんですよ。で、まあ、ダイノロフィアっていうのは、レクスタームが実装された後だと、まあ、OCG でもね、結果を残してるんですね。非常に、環境で。まあ、大会で優勝したり、入賞したり、してるような強強デッキなんですよ。さすがに環境入りあるなと、思っております。まあ、懸念点はですね、ダイノルフィア、くっそ高いんですよ。値段が、物理的に。ダイノルフィアデッキって、三積みするようなメインギミックのカードが、軒並み UR なんですよね。ダイノルフィアのケントレギナとか、今あるところで言うと、ドメインとテリジアが UR で、多分ね、レクスタームが UR じゃないってことないと思うんですよね、フレンジーも。だから、その、デッキ内に、UR がね、ものすごい量になるんですよね。ケントレギナ、レクスターム、フレンジ、ドメイン、テレジアみたいな。なんか15枚くらい UR 確定してんじゃねえかな、みたいな。なんかクソブルジュアデッキになるんですよね。誰が組めんねん、みたいな感じにのデッキになると思うんで、ちょっとぜひね、皆さん課金しましょう。はい。僕はします。
それから赤シャリの軍艦っていうモンスターなんですけども、まあ、これが実装決定しましたっていうので、これどういう効果を持ってるかっていうと、1番2番ありまして、1番目、このカードのカード名は手札デッキフィールド墓地に存在する限りシャリの軍艦として扱うと。これデッキとしデッキでもね、そのシャリの軍艦として扱うっていうかなり特殊なモンスターなんですよね。で、2番目で手札の他のシャリの軍艦、1体を相手に見せつけると、このカードを手札から特殊召喚しながら、軍艦モンスターエクシーズできますよみたいな効果になってますと。シャリの軍艦としてね扱う効果非常に偉くて、これなんでかっていうと、今までの軍艦デッキってその米の不作によってデッキ内のあのシャリが不足するっていう米騒動が起きたんですね今までは。その米不足による食糧難にね、陥っていたんですよ。これが解消されるっていうのは非常にでかいです。はい。でデッキ内にシャリの軍艦をまあ6枚ね投入できるようになるということで、同盟カードを6枚投入するというね、ジャッジーっていう案件になるわけですよ。はい。だから米不足がね、起きづらくなるんで、米騒動はかなり回避しやすくなるかなっていう感じがしますね。まあ、自分がね、展開効果持ってるんで、エクシスモンスターも展開しやすくなったりね、店のボディーガードである、まあ、未来竜王さんとか、あと板前アーゼウスさんとか、もうかなりアクセスしやすくなるかなというふうに思います。それからですね、新ソロモードが実装されますということで、ミュートリア。これはまあジャンフェスでね、今先行体験できているモードらしい。かなりね、独特な展開をするテーマでございますんで、またそれはね、そのうち実装され、ソロモード実装されたぐらいで動画が勝ちようかなと思ってます。そして最後、1月の1日に、メイト持ち帰りが実装されると。お正月なんでね。お正月なんでね。はい。まあ、縁起がいいですね。はい。持ち帰りってね、今ね、実はね、OCG では禁止のカードなんですよね。まあ、それなんでかっていうと、スプライトとかいう、まあ、僕もちょっと、マスターデュエル来るまで触ってないんですけど、スプライトとかいう炭酸ぶっ壊れテーマがこの持ち帰るっていうのを、まあ、いとも簡単に展開でき、そしてリソースを回復し、さらにその死ん、ま、持ち帰る死んでももう一回その再展開できるみたいな、そういうまあ動きがありましてね、ガイルスプライトっていうデッキがその猛威を振るいすぎて、その環境をぶち壊しまくっていたと、いうね、まあ、そういう影響でね、その持ち帰る君禁止になっちゃってる経緯があるんですよ。まあ、スプライトがね、マスターデュエルにちょっと実装されるのがいつになるかちょっとわかんないんですけど、まあ、スプライトが実装される頃にはね、多分ね、マスターデュエルでもさすがにこの持ち帰るは禁止になると思うんですね。だから、まあ、ぶっちゃけもう命もうちょっとなんですよ、この人。はい。超短命、余命宣告されてるんですよね、実質。なので、まあ、せめてカードでは活躍できないから、メイトで頑張れみたいな。コナミからのメッセージかもしれません。はい。多分そうですね。はい。情報は以上です。もうちょっとね、ぜひ詳しい情報を持ってるジャンフェスに実際行ってる方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。それではまた次のマスターデルニュースでお会いしましょう。じゃあね。